はい、こんにちは。ハンス・ペーター・リヒター作、上田真理子役、ベンチ。今日はちょっとね、朗読ではなくて授業をやってみましょう。今から僕は、ね、朗読しながら、読みながらね、皆さんに質問していきますから、ね、できるだけテキストの言葉で、答えてみてください。ね、聞きながら答えていくだけで、文章がはっきり分かってくるはずです。さあ、では始めます。登場人物は、話して主人公の聞き手ですね。聞き手の僕とフリードリヒです。そしてフリードリヒには好きな人がいます。その女の子の名前はヘルガと言います、ね。ヘルガが好きになるんです。さあ、では始めましょう。さあ、街の真ん中で不意に誰が現れましたか？そうそう、フリードリヒが現れました。さあ、そしてフリードリヒこんな風に言うんです。君、時間ある？話したいことがあるんだ。お父さんには分かってもらえないし、聞いてももらえない。だけど、誰かに聞いてもらわないと、僕もう我慢ができないんだ。な、長くはかからないから。僕の返事を待ちもしないで、フリードリヒは並んで歩き出した。さあ、いつぐらい前の話ですか？そう、4週間ほど前の話。ことのところは、知り合いの人の世話で、さあ、郊外のあるところへ、何をもらいに行った時の話？そう、スパゲティを1ポンドもらいに行ったんです。あの古い教会を通り過ぎて並木道に沿って、市電が左に曲がっていくところ。あの道を歩いていった。あの並木道は菩提樹だよな。ちょうど花が咲いていたので、ものすごいいい匂いだった。もうあの赤いレンガの造りの家まで来ていたな。通りのことは全然気にかけないで、うつむいてただつま先ばかり目を見つめて歩いていた。さあ、そうしたら突然僕の前から、誰が歩いているのが目に入りましたか？そうそう、女の子。さあ、どんな女の子だった？そう、とっても小さな足。僕はそのままずっと彼女の後ろを歩いていった。彼女の足の運び方、そして下げている重そうな網になった袋をじっと眺めながら歩いていったんです。さあ、この袋の中身は何ですか？そうそう、リンゴ。シワシワになる種類のやつ。一つ欲しくてしょうがなかった。一つ落ちないかな。落ちたらさっとかすめ取ってやるんだけどなって思ってたんです。さあ、そうしたら僕が思った通り、さあ、袋がどうなってしまったんですか？そうそう、バリッと袋が裂けて中の宝物が全部道いっぱいに転がってしまったんです。女の子はまた振り返ったと思うと、両手を口の前で合わせて、さあ、なんて言いましたか？ね、まあ、ダメな袋、やっぱり戦時中のものだわって言ったんです。僕は、それに何をしてあげましたか？そう、リンゴを拾い集めるのを手伝ってあげました。一緒に網の袋の中へ入れたんだけれど、その袋くときたらダメなんだ。どうしようもないんで、とうとう僕は何をしてあげた？そうそう、彼女の家まで一緒に下げて行ってあげたんです。さあ、この彼女、なんていう名前だった？そう、ヘルガです。お父さんは何をしている？そう、兵隊。そして、ヘルガはどこで働いている？幼稚園。休みの日に田舎に行って、自分で編んだなめつかみと交換に、リンゴをもらっての帰り道だったんです。家の玄関まで行くと、彼女は感じのいい笑顔で僕をじっと見つめて、どうもありがとう、さよならって言って、何を一つくれましたか？そうそう、リンゴ一つくれたんです。さあ、でも僕そのリンゴどうしてあるのですか？そう、食べないで、今も取ってあるんです、思い出に。僕は大急ぎで知り合いの家に行って、スパゲティを受け取ると、帰り道、さあ幼稚園に寄って、さあその幼稚園の人に何を尋ねましたか？そう、いつも夕方の何時頃に終わるかを尋ねたんです。それから僕は毎日夕方に何をするようになった？そう、その幼稚園に行って立って待ってたんです。ヘルガが出てくるとヘルガの目につくようにスッと歩き始めた。そして彼女が僕の方を見るのを待って挨拶した。はじめ彼女はびっくりしたんです。びっくりして目をパッと開くと、ヘルガはもっとどうなりますか？そう、もっと綺麗になるんです。夜僕はもうヘルガの夢ばかり見るようになりました。そして一週間ほど経つと、さあ僕は毎晩どうするようになった。そう、彼女の家まで送っていくようになったんです。あの嬉しかった気持ち、君には説明できないな。僕たちは話はあまりしなかった。ただ、並んで歩いていられるだけでよかったんだ。時々ヘルガが横から僕の顔をじっと見ていた。だけどさ、ヘルガは僕がフリードリヒ・シュタイナーという名前だということしか知らないんです。それ以外のことは何も知らないんです。僕も話せなかったんです。
なんでそれ以外のことを話せなかったの？そう、話したらもう会えなくなるからです。前の前の日曜日、僕たちは初めて約束して一緒に出かけた。どこで出会う約束だった？そう、町の公園で出会う約束だった。お父さんは僕が夕方になると決まって用があると言って出かけるのでおかしいと思ってたんだな。それで僕がおしゃれをして出かけようとするのを見ると首を振ってね。さあ、お父さんは僕になんと注意をした。そう、フリードリヒよく考えてみなくちゃダメだぞ。でもそれだけだった。あとは黙ったままじっと僕を見て、そして顔を向けてしまった。さあ、結局僕は出かけた。出かけなかった。そう、出かけたんです。いい天気だった。バラがもう咲き始めていて、町の公園には人はほとんど来ていなかった。馬車を押したお母さんが2、3人いただけ。ヘルガはエンジ色のワンピースを着てきた。それに黒い髪、灰色の目。僕は彼女を見ると、さあどんな気持ちになったのですか？正直なところ胸がドキドキしたんです。さあ僕はちなみに今日ヘルガに何を持って行ってあげましたか？そう、小さい刺繍を持って行った。ヘルガは喜んでくれた？喜んでくれなかった？そう、とっても喜んでくれた。恥ずかしいぐらいだった。僕たちは公園の中を散歩した。ヘルガは足を口伝んだ。たくさん知ってるんだ。僕はできるだけ人に会わないよう横道を寄って歩いた。さあしばらくするとヘルガがどんなことを言い出してしまった。そう、腰を下ろしたいと言い出した。さあ僕はどうだった？そう、どうすればいいかわからなかったんです。ダメだって言うわけにもいかないし、うまい言い訳も見つからないでいるうちに、何色のベンチのところに来てしまいましたか？そう、緑色のベンチ。ユダヤ人は決して座ってはならないベンチ。ドイツ人だけしか座ってはならないベンチのところに来てしまいました。さあヘルガはすぐに腰をかけました。さあそして僕はそれを見てどうしていましたか？そう、そのベンチの前に立ったまま足を踏み替えたりしてもちもちしていた。腰を下ろす勇気はあった？なかった？そう、そんな勇気はなかったんです。誰かが通りかかったら大変なんです。そわそわあたりを見回していたんです。さあ、するとヘルガ、なんて聞いてきた。そう、どうしておかけにならなかったの？おかけにならないの？でも言い訳も思いつかなかった。おかけなさいよと言われて、結局僕は本当にどうすることにしましたか？そう、腰を下ろしてしまったんです。さあ、でもその時僕はどんな気持ち？そう、気が気じゃなかったんです。知ってる人が通りがかりでもしたら、さあ知ってる人が通りがかっていたら、見つかってしまったら警察に連れて行かれてしまうのです。収容所に送られてしまうのです。さあヘルガはそれに気がついた。そこでハンドバッグから何を取り出して僕に一つくれましたか？そう、チョコレート。いつからチョコレートを食べてなかったかことか。さあでも美味しいとは思えなかったんです。さあなんで美味しいと思えなかった？そうそう、上の空だったから。お礼を言うのさえ忘れていた。ヘルガは刺繍を膝の上に乗せていたんだけれど、それは読まないで僕をじっと見つめていた。そして時々何か尋ねたんです。さあでも何を答えたか覚えてる？覚えてない？そう、覚えてないんです。なんで何を答えたか覚えていないんでしょうか？そう、ドイツ人しか座れない緑のベンチが恐ろしくて、他のことは何も考えられなかったのです。さあ、すると急にヘルガが立ち上がった。そして僕の腕に手をかけると引っ張っていった。そして、いくらも行かないうちに何色のベンチのところに来ましたか？そう、黄色のベンチ。さあ、黄色のベンチというのは、ね、誰だけが座るベンチですか？そう。ユダヤ人が唯一座れるベンチがこの黄色のベンチなのです。ヘルガはそのベンチの前に立ち止まると僕に聞いた。ここの方が落ち着いてかけていらっしゃれるのって。僕はぎくりとした。どうしてわかったんだい？するとヘルガはその黄色いベンチに腰を下ろしたんだ。そしてそう思ったのと言った。何でもないことのようにさらりと言ったんだ。だけど彼女と一緒にユダヤ人用のベンチに座ることなどできる？できない？そう、できないのです。だから僕は慌ててどうしましたか？そう、慌ててヘルガを引っ張って立たせると家に送っていったのです。せっかくの日曜日だったのに、残念で残念で大声を上げて泣きたかった。
そのまま腕を組んで散歩を続けて話し合うこともできたかもしれないけれども、僕はもうすっかり気が点灯してしまっていたのです。ところが、家に送っていく間中、ヘルガは僕にどんな風に接してくれたのですか？そう、ユダヤ人と一緒に遊びに出かけたことなどなんて、何でもないという風に振る舞ってくれるのです。そして自分の家のこと、幼稚園の子供のこと、休暇のことなんかを話してくれて、僕の手を取ってしっかり握りしめてくれるのです。家の前まで来るとヘルガは立ち止まった。そして長いことじっと僕を見つめた。そしてなんて言ってくれた。そう、来週の日曜日も一緒にどこかへ行きましょう。町の公園じゃなくて郊外の森に行きましょうよ。そうすれば黄色いベンチなんてないわよって。僕は彼女に思いとどまらせようとしたんだけれど、半分も聞かないでさーっと家の中に入ってしまった。その後、夕方から夜中まで僕はどうしましたか？そう、町中を僕はさまよい歩いたのです。家に帰った時はどんな時間をかなり過ぎていましたか？そう、外出禁止期間をだいぶ過ぎていたんです。ユダヤ人は夜間外出することができないのです。そしてその夜間の外出禁止時間を過ぎて外を出歩いていると、やはり逮捕されるのです。収容所に送られるのです。さあ、誰かに見つかった？見つからなかった？そう、誰にも見つからなくて引っ張っていかれなくてよかったよ。だけど父さんにはひどく叱られた。それから一週間、僕は行こうか行くまいかずいぶん迷った。さあ、日曜日行った？行かなかった？そう、行かなかった。行けないんです。どうして行けないのですか？僕と一緒にいるところを見つかったら、彼女が収容所行きだからです。これで、授業は終わりです。で、この後ね、皆さんが持ってるワークとかね、ちょっとした問題集があったら解いてみてください。気持ちよく解けるはずです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。